どうもエルザです。それでは二王通やっていきたいと思います。さあ前回またさ倒して、続きをやっていくと、多分ボス2連続だろうね。連続てか2連チャンって感じかな。はぁ、あ、辛いわできるだけレベルを上げることを意識してやっていきたいなと。落ちた。お、やっぱ上がってきたね。ん？あれ？どこ行った？あー、めちゃくちゃ下まで落ちたね。倒して、ああワニュードがいる。めっちゃそろりそろり上がっていってるけど、いやー避けれねー、こいつの攻撃。ジャンプがあるのか。ジャンプの方はほんと苦手になったな。戦薬が欲しいが、まあまあまあ。俺はこっち抜けると、うん、攻撃してくるのは全然わかるんだけど、下に行った方が良さげか。ヒットアンドウェイがしっかりできないと倒せんね。しかもこいつじゃなかったか。106、後回しやな。114、一本だたらかな。ここはさて、上にいるんだよね。で連れてきて、であとどこいる？一人いたような気がしたんだけど。おお、いた、やっぱいたね。怖っ。
違う。よし、あとは。はい、発射、行け。おお、ダメ。嘘でしょ。ちょっと燃えてってもらおう。とりあえず晴れた。晴らして、それ以外の雑魚敵一回掃除して、ダタラ94。ん？ん？ん？この奥か。いたいたいた。意外と来ねえな、こっちまでね。よし、お、月中で、はいはい。あー、そういうこと、上通っていく感じか。敵が歩いてたもんね、確かこの辺り。おー、びっくりしたー。ほうほう、どうやった、あそこから降りてって感じか。よし、あー、やべ。ダメージがえぐい。で、これでさっきのビビらせて、おお、びっくりするわ、それ。しつこいの。ちょっとこれ以上は危ないから下がって、後ろ行けるかな。あち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 あこだまちゃん。危ない、暑かったな今のは。暑かったね。挨拶する。あ、いたんだそこ。
ロック解除して足元落として、これはいいかな。さあできれば太刀をください、お願いします。お？おー、こっちか。まあでも、うん、悪くはないよね。よし、一本だったらかな。だいぶ追い込まれたんだろうね。塗り壁、ちょっと待った、塗り壁、赤は足、赤はダメ、よし、一発。いえ、ありがとうございます。ああやってね、味方様のおかげでね、助かるんでね、大事よ。さあ、戦薬じゃないかな、何かな。で、塗り壁様からもらったのは鎌か。まあ悪くはない。金吾、はいはい、よりかは頭をつけたいなと思うけど、頭難しいか。結構ね、重いんだよね、思ったよりね。よし、で、116がそっちいたんで相手して、スス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 り、これが強い。やっぱ対人は強いね。お、ソファイア、こっちはロック解除、ソファイア、ソファイア軽いからね。こっちに一回変えて、ソハヤの面、面のがいいね。あ、頭いけるか、これで。でも、あやかしが揃うんだよね。まあまあいいかいいか。さあこれで上でまだ取ってないというか戦ってないところがあるんで、そこ行って、基本的にこっちは進む感じだよね。ですな。よし、じゃあレベル1回上げて戻ってきますか。本当はこのまま行くのが理想っぽい気はするけどね。そうだね、ここ抜けていくって感じっぽいな。さあ帰りな。この状態でボスいけるかな。やってみるか。でも意外とあのボス行くまでのこの距離感はえぐいな。
渡れないもんね。なんかな、ここショートカットできればすごく、あ、できるね。あ、よかった、気づいて。よし、オッケー。では、いざ尋常に勝負。マジか、もう力使ってしまったか。やばいやばいやばい。おお、痛いねそれ。うん、ぎ、マジか。基本的に後ろを取るか。いや、いけなくはないね。油断したわ。いかんいかんいかん。てねー、うわ、ちょっと待った。くう、ちょっと上行って、ああ、はいはいはい、そういう攻撃ね。斧か、やっぱあの牙は折るべきだね。容易に近づけるのがきついね。あー、それがきつい。あれはもうダメだね。攻めたらダメだね。え、ダメ。突撃は、それはダメ。
逃げろ逃げろ、危ない。とりあえず火に囲まれないように。これは無理。あー、その斧投げてくるの強えな、地味に。背中は取るよ、無理。さーて、滑車行け。さあどう来る。痛い痛い痛い。避けて、避けるか。いやー、つらいね。そうだね、ソファヤのおかげでだいぶダメージは乗ってるような気がしてる。やばいやばい、離れて、で後ろ取って逃げる。イエイ、やめてくれ、それはやめてくれ。なんせ火が痛い。ちょっとこっちもじゃあ対応するか。いや、スタミナがない。無理。避けて、さあこれもらう。まだもらえない。あと一発だと思うんだけど。よっしゃ来た。あ、猛牛系こいつなんだ。すまんな。いやー、音楽もいいねー。柴田、これはもっとこう。テオのねー、つえーよマジで。背中にもあんなに剣が刺さって、まあ背中弱点は合ってたね。何かしら人を使うか、一応頼めるか。
そっか、おいちもここでか。いや、まあ確かに難儀だよね。いや、おいちはほんと、やむよね。まあまあまあ、とりあえず無事クリアということで。まあただ最後はアムリタが割れてたんで、あれがどうなるかと、いうとこだよね。勝家とお市がこと、市がこと、誠に残念じゃが、悔やんで俺だけでは藤吉郎へ反撃は叶わんぞ。そうだね、藤吉郎のところへ。さらに進んでいきますか。心眼の悟り、鬼半蔵、二条の剣豪。あー、これで、あれかな、いろいろと解放された感じかな。多分、心眼は、だよね、刀だよね。野立天狗、太刀だね。では、続き、やっていきましょう。表裏のもてなし。半蔵だね。主の価値により参上した。ようやく徳川の陣立ても整い、いよいよ藤吉郎との戦が間近に迫っているということで、今回藤吉郎かな。決着をつけようと。お、まさか千利休？あ、ぽいな。そんな感じするね。あやかしもね。もしや明智、今の自分は一階の僧天界でござる。はあ、そういうふうに汲み取ったわけね。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう、この国は滅ぶやもしれません。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。やっぱ利休だね。藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。お前もついてたか。しかもクジラ、おー、白芸かな。さあ、明智がねえ、まさか名前を変えてと。陰陽の道に通ずるお方。おお、こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。ありがとう。矢伏ぎね。終わりか。まあもらえただけありがたいとしよう。さて、何やら火薬の匂いが。
どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。爆発系か。いや、爆発系ね、トラウマでしかないんだよね。あ、そうだ。やおや。爆弾系か。いたか、早速いたか。さすが忍び。まったく、いきなり無駄遣いしちゃったじゃないか。で99。ちょっと連れて、危ない。よし、ガードした。ソハヤね、軽いね、ソハヤはね。さあ、一つ上の盾に入った。これはラッキーだね。よし、行こう。で、まずそこの忍びを、おい。で、どっかに一体いたんだよね。どこからあれは気づいて、あ、いた。そっちが先気づく。おい。これでオッケー。登って、とりあえず選別いただいて、こっちもいただきつつ、これ正面どうせ開けれないんだろうな。裏は回れんからこっちからよね。いるね。トン。トン。よし。終わってない。上いないのか。それはそれでちょっと。で、こっちは、屍黒。なんだ君、痛いね。やばい。つえ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 。
こっち来ねえかな。さすがにちょっと。マジで？そんな飛んでくる？強えな。一旦もめん。はあ。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ綺麗になってたけど、俺の知ってる一旦もめんじゃない。ギタローっていう感じのね。そんな感じなんだけど、俺の知ってた一旦もめんは。違うのか。93。いや、100超えやな。目指すわ。温泉入ってたね。へえ、あ、いた。さあ帰れ帰れ。先約にもせんとな。なんかね、ためんとね。開けれない。いたんだね。マジで？まあ気づくよね。いい動きやね。よし、決まり。さあ、アイテムは何がくれるかな。うん、レアが高いのはなし。いやー、なかなかやね。やべえな。マジで何がいる？あそこか。ちょっとダメージは入ってない。で、ここ抜けて。誰がいる？やばい。とりあえず撃ってみよう。特に何も破壊できるわけではないと。78。意外とレベル低めなんだね。みんな頑張るねえ。109。なかなかいいっすな。おお、かっちょいい。よし、決まったかな。父上、あ、息子か。ちょっとまだ100にしてはちょっと装備が多少ね。いやー、来たね。121。いて、てめえら。
いたいね。ガードしてくれてもいいんだけどな。よし、ふう、まあ多分軽装だろうね。だね。片手はね、お、いいの来た。あ、お世話になりました。やっぱ対人となる。あ、半蔵ということは一緒に動き出るわけか。さあ16、レベルは上げれないと。炎の王、さあ20番いったか。特にはいいか。カゴね、あ、無理いった。戦略がね、一体もいないのよね。ちょっと辛いね。開くか。来たな、秀千代殿。お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。来てくれるの？一人では心もとなかろう。わしも共に参る。やったね。こっち開くってことは、こっち開かないってことだね。ちょっと待った。上なんかあるね。ないね。いや、まあでも。さあ、半蔵殿、やるぞ。痛い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 。半蔵殿半蔵殿大丈夫か。95。いた。ロックオンが外れてたね。さらに出てくる。湧くのね。はい、行ってこい。は倒して、さらにロクロ頑張れ。あー、かからなかったか。よし、やっぱ陽動いると助かるなと思ったけど、いたねー、まだね。どこから湧いてくるのだ。いやー、もっと厄介なのがいるね。ちょっとやばい。
やっべえ、ギリ。いや、ナイス反応。さあ。いや、退けたけどさ。藤吉郎、やべえな、この状況は。ちょっと待ってね。普通に一回。20で、あとは芯だね。芯にちょっと振る。あー、芯振らなくても意外と生きてるからな。火力振るか。95107。雷切り、雷切りはどっちだ。刀か。かっこいいね、雷切りと名前。いやー、いいね。銃がまた一つ上が出た。いや、そはやねー。意外と使い勝手いいんだよねー。この先あ、君か。猫すい猫すねりは全然違うものやった。すねこすりが出てきて、なんかすねこすりあれなんでしょう、作ってる人が自分の猫を出したくてっていう設定だったよね、確かね。すげえよね、それで猫出るんだもん。まあでも可愛いキャラクターになったよね、それだったら。それで本当好きだったんだろうね。いい感じ。半蔵か、血まみれやかい。ちょっとわからんかったぞ。この槍で貴様の首もらい受ける。それ痛いな、場面的に。痛い。なんかボス並みの強さのやつしか出てこねえな。あー、使ってみるとやっぱ強えな。崩しが強え、一本だったら。お、サンキュー。さあ、敵将一人、また一人取ったって感じかな。いやー、しかもちょっと霧が濃いのがきついね。しかも常闇。なし。これは、あ、通れない。なんかいたね。
マジか。で、鬼さんがいると。やるな。うい。半蔵、いやー、だいぶ助かってるからね、こっちとしても。レベル98、ちょっと経験値欲しいからね。いい感じ。反対側何もないよね。さっき通れなかったところを大砲で壊すんかな、なんか流れ的にはね。あー、ここもそういう感じだね。はいはいはい。ってことはさっきの下から通ってぐるって回ってくる感じか、裏取り行くかって感じかな。床屋に晴れたのはでかい。あ、いいね、裏やね。そのまま落ちてくれ。これで先に後ろ取れたのはでかいな。さてこれを撃つとドーン。あ、いいね。誰かいた？ダメージ判定はないから、なんもないんだろうね。あ、これ絶対いけんな。降りて、110。あ、無理ただけ欲しい。一気に攻めてきたね。よし、まあ OK。 結果オーライやね。いるね。お、いけた。それいける。105。これはアイテム取って。ちゃ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 、合ってるか。よしよし。いい感じ。いいね、23溜まったね。そこが開く。
で、次は、いや、ほんと一人いるだけで全然変わるからね。これ通れない。あー、回ってきたね。115狩らせてもらおう。まあいい感じでいいのは手に入ってると思うよ。行っちゃったね。本当に？頑張れ、ハンズ。開けれない。これ登るといたね。85。あと行ってない場所はいた。いて、さすが忍者。全然わからんかった、忍者が。さて、すねこすりはいる。もう進む感じかな。これ以上は特に探してもって感じだよね。じゃあね、これ壊せるんだろうけど、多分今じゃないんだろうね。さあ、これは。あ、ここまで？ここは残って敵の足並みを乱す。お主はこのまま攻め入れ。おいほーい。行こうぞ。まあでも、めちゃくちゃ助かった。だとめちゃくちゃ助かるんだけどな。くー、やっちまった。ただ、回復がね、回復っていうかセーブポイントがね、そんなないんで、ついでにちょっと見直しますか。106。ああ、いいね。意外とね、なんだろうな、そんなに出てこないね、いい感じがね。金吾、金吾は上がる。西国か。西国シリーズ、あ、入ってるね。足軽、
そんなに。さあね、発動してないから無理に変える必要はないか。まあでも最後くで、ああそうだね、まあこれでいくか。お、ドロップ率上がるね。ちょっとドロップ率を上げときたい。で、君が94。ああ、いいの持ってるかな。もう100超えだしな、基本的に。絶対なんかいるでしょ、近く。ゴリで、これドーンと打つと戻って、多分さっきの小玉と須玉のところ行けるんじゃないかなという予想。まあ一旦綺麗さっぱりにしてるからね。いやー、てか社が欲しい。ああったあった。雷切り106、足元に落とす。さあで、こっち離して、大野か、悪くないんだけどな。さあ進めよう。こっちか。いやー、霧が嫌だな。ほんと見えづらいからね。しかも忍びがいるっていう状況でしょ。いよいよ怪しげな気が濃くなってきよったの。ほんとだね。城を止めねば、この国は闇に包まれてしまう。手遅れとなる前に急ぐがよい。さあ、奉納しましょう。の前に。木霊はこっちだね。45。まあ、結構、倒したからね、レベル2ぐらいいけるか。いや、1か。よし。じゃあ、時間も今回ここまでいいんで、ここまでにしましょうかね。いやー、前回ボス倒して、そのまま進んできたけど、次回、藤吉郎戦、ギリいけるかな。多分、藤吉郎だと思うんでね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。